アスレチックス、ドジャース、2日、オークランド、グローブが行方不明で、試合が中断するハプニングが起きた、2回の守備に着く際、ドジャースの一塁集、ビジオのファーストミットが行方不明になった、ビジオは、どこに行ったんだ、とばかりにグローブを探し求めてダッグアウト内容を押さおう。このため、しばらく試合が中断した、どうやらベンチ裏に落ちていたようで、コーチが発見して、ことなきを得たが、思わぬ陳事となった。